ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズで新しくラブライブシリーズの仲間になる虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会メンバーのキャストの皆さんをご紹介したいと思います。どうぞ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のキャストの皆さんです。こんにちは。ようこそ。ようこそ。はい、とフレッシュですね皆さん。そうですね、眩しい眩しいです。キラキラしてます。はい、ということでそれでは一人ずつ順番に自己紹介とご挨拶をお願いいたします。はじめまして、上原あゆむです。スクールアイドルになることは大切なお友達と見つけた一緒に叶えたい夢なので、自分の名前の通り夢に向かって一歩一歩頑張って歩いていきたいと思います。皆さんこんにちは。はじめまして、上原あゆむ役の大西あぐりです。私はもともとラブライブが大好きで、今回こうしてあゆむちゃんを演じさせていただけることになったこと、本当に嬉しく思っています。今までミューズさんや、アクアさんに、本当にたくさんの勇気をいただいてきました。私もそんな存在になれるよう、あゆむちゃんと一歩一歩頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。日本一のスクールアイドルを目指して毎日歌やダンスのレッスンを頑張ってます。みんな応援してね。はい、中須賀澄役を演じさせていただきます相良真由です。ラブライブという本当に大好きでとっても素敵な作品に参加できること、とても嬉しく思っております。かすみんの良さをたくさんの方に、お知らせできるように見せていけるように演者として頑張ってまいりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。大阪雫です。私はお芝居をすることが大好きで、学校では演劇部に所属しています。まだまだふつつか者な私ですが、よろしくお願いします。皆さんはじめまして、大阪雫役の前田香織です。今日はこのような場に立たせていただいて本当に幸せです。これから雫ちゃんと一緒に二人三脚で頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。朝香かりんよ、よろしくね。私が自信を持ってアピールできるこの体を使って、セクシーで情熱的で夢のような
そんな大人のライブでみんなのこと興奮させてあげる。はい、朝香かりん役の久保田美優です。かりんちゃんのをやらせていただくことになりました。本当に本当に幸せです。かりんちゃんの良さとか魅力を皆さんにお伝えできるように精一杯頑張らせていただきますので、よろしくお願いします。ちっせー、あたしは宮下愛、学校の友達に誘われてスクールアイドル始めちゃいました。みんなよろしくね、愛してるよ、愛だけに。はい、皆さんはじめまして、宮下愛役やらせていただきます、村上夏実です。よろしくお願いいたします。愛ちゃんは演じていて、私まで笑顔になってしまうような、そんな明るくて元気で面白い子です。愛ちゃんと一緒にこれから一心同体、皆様にも笑顔を届けられるように精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。かなたちゃんだよ今日のかなたちゃん、前例がないほどやる気に満ちてる。寝てないよ。はい、皆さんはじめまして、こんにちは。近衛かなた役を演じさせていただくことになりました、木戸あかりです。ラブライブとい こう歴史ある大きな作品に関わらせていただけるということで、本当に今からいろいろと楽しみで仕方がありません。これからかなたちゃんのことを皆さんに好きになっていただけるよう、応援していただけるよう頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。私と一緒に大好きがいっぱいの世界を作っちゃいましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、結城せつな役楠木ともりです。今回このような形でラブライブに携わることができて本当に嬉しく思います。せつなちゃんの言う果てしない夢を、せつなちゃんと、そして皆さんと一緒に叶えていけるように頑張っていきたいと思いますので、これからよろしくお願いいたします。私、天王寺里奈、とてもキュートな女の子、本当だよ。でも感情を顔に出すのかなり苦手だから、いつも不愛想な女の子に思われるの。はい、皆さんはじめまして、天王寺里奈役田中千恵美です。みんなが言っていた通り、ラブライブの一員になれたことを本当に本当に嬉しいです。これから虹ヶ崎学園のみんなと仲間として協力しつつ、そしてライバルとして競いつつ、これから天王寺里奈頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。こんにちは、エマです。自然あふれるスイスからやってきました。私を見てたくさんの人がウキウキして笑顔になってくれたら何よりも幸せです。皆さんはじめまして、エマ・ベルデ役の差し出マリアです。今はまだ不安なこともたくさんあるんですけど、これから皆さんに笑顔を届けられるようにエマちゃんと一緒に精一杯頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで皆様、こうね、すいません、私、はい、順番間違えました、ね、全然大丈夫です、すいません、失礼しました大丈夫です、全然全然。はい、ということで、まあ、ところでなんですけれども、皆さんは虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーということなんですが、同好会というのは一体どういうことなんでしょうか、大西さん。今までのミューズさんやアクアさんとは違って、グループで活動していく
のではなく、一人一人個人ソロとして同好会の仲間ではあるんですが、うんうん、ライバルで競い合って頑張っていくものです、うん、はいありがとうございます。なるほど、なるほど、初めての形ですね。そうですね、急にグループというのではなく、そうそうそう、 今まではこうみんながね、こう仲良く、ね、うん、チームっていう感じでしたけれども、うんうん、一人一人がライバルというすごい、ね、また新たな形がここで生まれたということですね。そうですね、はい、ちなみに、今日ここで初めてこう皆さんの前でね、キャストの皆さんお披露目となったわけですけれども、今の気持ちはどうでしょう、相良さん。はい、いや本当にステージに出るまでドキドキで、でもこう出たらたくさんの方がこう笑顔で迎えてくださって、今はとても嬉しい気持ちでいっぱいです。そして本当ラブライブが大好きなので、このお二方と同じ舞台に立ててるってことが、いやもう本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、ね、なんか私たちも不思議な気持ちで、そうですね、なんかすごく本当に不思議で、ありがとう、すごく嬉しいですね、はい。ということで、まあ、ミューズやアクアと違ってテレビアニメからではなく、スクフェスから始まるということで、具体的にはどんなことをしていくんでしょうか、前田さん。はい、今まではですね、ウェブ上で展開しておりまして、9人が3人ずつに分かれて、それぞれファミ通アップさん、電撃オンラインさん、スクフェス公式サイトのこの3つの場所で分かれて活動しております。そしてなんと毎月ですね、毎月ランキング企画を開催しております。おうおうおう、毎月毎月毎月だそうです。いやさすがライバルですね本当にすごいですね、はい、ということで、まあ、それぞれの場所から始まっているということですね、うん、はい、さてではここでその虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会マンスリーランキング最新の9月度の結果を発表していきたいと思います。さらに結果と合わせて本日初公開となるメンバーのアイドル衣装のイラストもお見せしちゃいます、ということで、はい、そちらもね、すごくね、ドキドキしますね。すごいドキドキしますね。いやなんか私たちもありましたけど、そうですね、みたいなのは、はい、でもなんかこう毎月発表されるっていうのは、うん、やっぱりその時とね違う気持ちなんじゃないかなと思いますけれども、ね、やっぱ緊張とかしますよね、ものすごくね。今緊張してます皆さん。そうですよね、まあ、こう発表をこのお披露目の場でしていくということで、はい、まあ、私たちもとってもドキドキな中での発表となります。皆様温かく見守っていただけたら幸いです。よろしくお願いします。それでは早速いきたいと思います、はい、第9位、近衛かなたちゃん。おめでとう。第8位、エマ・ベルデちゃん。第7位、宮下愛ちゃん。おめでとう。第6位、上原あゆむちゃん。おめでとう。第5位、浅香かりんちゃん。おめでとう。第4位、中須かすみちゃん。おめでとう。第3位、大阪しずくちゃん。おめでとう。第2位、天王寺りなちゃん。そしてそして栄えある第1位は結城せつなちゃんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでランキングの発表でございました。はい、ということで一緒にこう出ていますアイドル衣装が本日初公開だったんですね。全員集合するとこんな感じです。ダン、おー、かわいい、すごい、
また一人一人がライバルというだけあって、なんか個性が豊かですよね。そうですね、本当にみんなそれぞれなんか違った雰囲気で、すごい衣装かわいいですね。かわいい、ね、でもなんか高校生らしからぬセクシーな確かにセクシーな方もいらっしゃいます ね、うん、お腹出ちゃってる。お腹出てますね。すごいかわいい、ね、キャストの皆さんもすごい嬉しいですよね。やっぱりこうかわいい、まあ、皆さんも一緒に初めて見たということで、うんうん、すごく新鮮な気持ちだなっていう感じですね。なんかすごくやっぱりそれぞれのコンセプトも違う感じがしますね。確かにすごくかわいいフリフリの子もいれば、そうですね、ロック系の子もいてね、みんな本当に個性豊かですけれども、はい、これから演じていく中できっとどん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 また魅力が増していくと思いますのでね、はい、そうですね、これからも頑張ってください。はい、はい、皆様もぜひ温かく応援していただけたら嬉しいです。お願いします。はい、ということで今回の東京ゲームショー2017ブシロードブースでは、ミューズ、アクア、そして虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の27人の等身大パネルが展示されているんですが、はい、虹ヶ崎学園の、あ、虹ヶ崎同好会のみんなのこの、衣装は初公開なので、もうぜひぜひ皆様近くで見に来てみてください。よろしくお願いします。はい、ということで見応えたっぷり、画面の前の皆様もぜひぜひ週末は東京ゲームショーに遊びに来てくださいね。はい、同じく東京ゲームショー2017ブシロードブースでは、こちらのラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズロゴステッカーの無料配布も行います。はい、配布時間や枚数には限りがございますので、詳細は公式サイトなどをご確認ください。はい、というわけでミューズ、アクア、そして虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーが大活躍する新アプリラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズは2018年配信予定となっております。皆様お楽しみに。